田公園。顔の色が悪すぎてごめんなさい。おつれんな。ありがとう。ごめん、昨日配信できなくてめっちゃ寝てました。おっかげれの旋回飛行機。昨日めっちゃ寝ちゃってた。アラームかけて寝たのにさ。てか今日寒すぎてほんまに寒い。今震えてるぐらい寒いよ。ふう、寒いな。昨日ほんまにごめん、やるつもりやったのにさ。起きたら12時4分とかでした、確か。本当にごめんなさい、すみません。寒いよね、めっちゃ今日。観覧車見てみたいな。寒いよ。明日あったかいんや。寒いと思ってた、もうずっと。寒くて震えてたけど、エナは。ありがとう。ああ、そうね。昨日もありがとう。公演。そう、昨日も公演でしたね。今日と昨日ありがとうございました。昨日の公演も。悲しいよね、寂しいけど、なんか寂しいよって言ったら、さつきちがレナの手をにぎにぎして笑い、なんか笑顔で大丈夫だよ、明日もあるんですけど、明日ね、また明日ね。ちょっとなんかさつきちの方がお姉ちゃんでした、かけてないより。で、前に来てくれるらしいので、たくさん。だからさすがに朝の5時に、朝の5時にちょっと謝りました、バブルでみんなにね。なんかさね、可愛かった、めっちゃ。大丈夫だよ、また明日ね、たくさん会いに行くから。うん、お姉さん、でもなんかさ、こんなになんか一瞬で、一瞬っていうか、なんか大人に言ってしまえば、なんて言うんだろう、うん、やばい、泣いちゃう。
さいごめんな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 さい。でもまあそうですね、なんか特典会もいるしって言ってくれたから楽しみます。思い出たくさん、でもなんかたくさん会いに来てくれるって言ってくれたから、うん、やばい、もうなんか思ってることあんまり言わんとこ自分が、でもなんか今日もさ、なんか制服の目公演なのになんかずっと笑ってしてくれたのもほんまにありがたいと思うし、絶対自分やったらなんか暗い顔しちゃいそうやし、で周りもさ、なんて言うんやろう、なんか笑顔でしてくれたからレナたちも笑顔でできたからよかった、なんか大人ですよねとっても、うん、なんか仕方ないこともあると思うんですけど、仕方ないこともあると思うんだけど、まあでも6日でも多分当落出ちゃってると思うけど、まあでもみんなさ、さつきちが、さつきちとか12期生大好きな人だと思うので、みんなで楽しい公演になったらいいな、してしようねって感じなので、うん、マジでなんか案外大人じゃないから、やっぱり、まあ、中身が大人な人ってあんまりおらんと思うけど、そうやって見せてる卒業時が偉いなって思うな。でも当落出ちゃってるって聞いたから、なんか当たってない人は DMM でちゃんとね見てほしいなって思いますね。いやそうなんやな、なんかちょっとレンたちもなんかなんて言うんやろ、なんかできることないかなとか思いながら、うーん、まあでもちょっと聞いてみても多分無理って言われるようなことかなとか思ったりするから、とりあえず6日ね。ね、DMM で来る人は楽しみましょう。
寒いよ今日。偉いなぁ、でもほんまに。最近公演終わりによく寝ちゃうんですよね、疲れて。公演って正味1時間半とか2時間ぐらいしか動いてないのに。自主練の方が疲れると思うけど疲れちゃう。マジで偉いよなほんまに。寒いからかな、くしゃみもめっちゃ出るし。確かに公演は疲れるけどけどリハもそんなに長くなかったりっていうのがあるから。そうけど夜は布団に入ったら寝れなくなっちゃう。寒いよね今日。みんなも気をつけようね、風邪。これくしゃみアレルギーじゃなくて風邪かな。でも風邪ではないか。確かにずっとくしゃみしてる最近。目がかゆすぎて、てか痛くてかいちゃって荒れちゃって目が。で目だからさ、塗る薬がなくて危ないから、だからもうめっちゃ痛い。しかも寝てる時に多分涙がさ出るのかな、わからないけど乾燥しちゃって、痛っってなる。もう水で濡れるだけで痛っ、なんか切り傷みたいな。確かに11月でこの寒さは別に普通なのか、寒くはないか。めっちゃ痛いねんな目が。アレルギーって眼科なんかな、なんか普通に目が痒くてかいちゃうみたいな、多分アレルギーで痒くてんで痛ってなっちまうよ。唇も乾燥する。ずっと塗り直してる。なんか思ったんですけど、なんか私のファンの人かわからないけど多分そうなのかなって感じの、K2 公演の時に、一昨日のなんか盛り上げてくれるのは嬉しいんやけど、なんかめっちゃ喋ってくる人がいて、別に盛り上げてくれるのはいいんやけど、そうなんかなんて言うんやろ、 MC 中とかになんか盛り上げてくれるのはいいんですけど、なんて言うんやろな、なんかなんかMC がカットになるようなことを言わないでほしくて、これが届くかどうかわからないんですけど、喋りかけてくるとかは別にいいねんな。それなんかそのでも喋りすぎてたけど、いや全然それはいいんですよ。突っ込んでくるとかはなんかみんなも笑えるしいいんやけど、そうなんていうんやろ、その会社の名前とか、例えば昨日一昨日だったら飛行機とかだったら会社の名前とかさ、そういうのってマイクに入っちゃったらカットになっちゃうし、そのメンバー、しかも先輩の公演で、そうなんか研究生のファンの人とかがなんか言ってきたら、そうカットになっちゃったりしたらもったいないから、なんか悲しくなっちゃうじゃないですか。しかも特に生誕だったからね昨日とかで、生誕の本人がいる MC だったから、なんかそう
なんていうの、マイクに入らんと、マイクに入るかわからないから言ってみるとか、マイクに入らないと思う声ぐらいで言ってみるとかじゃなくて、そうなんか面白くしてくれる気持ちは確かにありがたいんですが、なんかなんていうの、そう言い過ぎ言い過ぎっていうか、喋りすぎっていう、そういうことじゃなくて、なんかね、なんかみんなが面白いなとか楽しいなぐらいの雰囲気でできる公演がいいなって思います。特にアンダーだし、生誕だしって思いました。はい、届けばいいなって思うんですがってことで、ごめんね、久々の配信、久々ではないんですが、本当にごめんなさい、すいませんマジごめん、昨日マジで、昨日はほんまにやるって思ってたんですけど、ちょっと忘れちゃった手が寝ちゃった言い訳、忘れたのは全然忘れてなかったけど、言い訳。明日も楽しみます。明日も仕事なので、みんなも風邪に気をつけてね、病は気から、元気に行きましょう。またね、おやすみ、ありがとう、おやすみ、バイバーイ、おやすみ、またねー、おやすみ。